りこういったところに入浴500、600円でできるんだ。へえ。あ、こっからはもう道場ずっとできてる。これ新しくできてるね、ちゃんと。じゃあこれ、あ、これでもちょっといけるのかな。だったら楽だよ。え、でもだいぶあるよね、まだ天理まで。あるよ。今度はなんかオメガカーブの南をぐるっと回る感じじゃない。そこがすっげえひどい道だったんだけど、やっぱひどくな、やっぱひどくなりそうかな、やっぱひどくなるのかな。ダメか、力尽きてるんだここで。あそこはほんと最近だろうね。この剣道、うん、これ行ったことない。あ、そんなな。気になるね。気になるね。オメガカーブをショートカットするように。気になるね。行っちゃうかい？さっきのとこ曲がればいい。そうなる。多分それ25号よりも面白そうだね。はい。行くか。行くか。行き方だけちょっと教えてくれ。はい。さすがにピンとこねえや。とりあえず旧道の旧25号沿いにずっと行きます。あ、もう U ターンしてもいい。もう？うん。こっちだともう全然違う方行っちゃうね。あ、でもこっちからも行けるわ。あ、行ける？行ける？よし。
ターンしにくい場所だからね。どっか止めて一回俺地図を頭入れたいけどな。うん、あ、信号が変わる。一応こっちから行っても大丈夫そう。で次の交差点間もなくだからちょっと曲がれるんですね。ここ次右右ね。はい、あ、ここね。はい、全然車線もある立派な交差点でございます。大丈夫、これなら見落とさない。こっちでいいよね。こっちでいいよね。さすがにいいよね。なんかやばい。大豪邸があるよ。あ、すげえ。どっかの社長さんやな。でまだ次の交差点をね、右です。ここ右、はい、はあ、全然走ったことないわ。うん、あ、多分前についてくる。あ、まあ右で一回止めた方がいいかな。止めてとか、ね、あの頭入れてとかいいと思う。ここでやる。ちょっとここ止めるか。はい、はい、今どこ。今ここで、うん、曲がろうとするとここで、うん、まあつまりこのなんだこれ、なんて読むんだろう、うん、この柘植山道。あ、柘植山道だ。今こここの道。あ、でそっちに入ってたらいいので、あるじゃんこの、うんうん、だからこのオメガカーブをまっすぐ行くんだから多分急勾配だと思うよね。相当急勾配なんだろうね。よし、行ってみるか。はい、もうだから次のこの先のここを見左に行ったら行けるね。曲がれば見つなり。オッケー、これは楽しいね。キャプチャー撮っとける。それ大丈夫、場所説明するときに一番それが便利楽だからさ。まあ見たところで誰がわかんねえっていう位置でもあるんやけどな。そうね、うん、災害避難所らしいよ。大丈夫、これで避難はできる。左、これ、あ、これ左です。これか。はい、え、あれ、嘘でしょ。あれ、ちょっと間違ったかもしれない。これはもう自宅普通の、あ、そうだよね。あ、そうだよね、うん、ごめん間違えた。おーい、なんかね今コンパスの制度が悪くなっちゃった。おーい、これただの不法侵入者や。ごめんなさい。ここはカット、仕打ちなんやから。はい、公共施設かな、でもこれ。あ、うん。水道センターらしい。あ、はい、そうです、そうです。ここだね。はい、これもなかなかだけどね。うん、あ、そうそう。え？え？ あ、これですね。待って、ここから遅くなるの？あ、見ましょう。ここから遅くなるの？この先、通行困難ってよ。K4 歳以上、あ、やめとくりましょう。うん、K4 で無理なんだったら無理だね。うん。はい。はい。そうか。あれ、これ後ろある？あ、あるよ。大丈夫、大丈夫。はい、あります、あります、あります。ああ、そっか、さすがに。写真撮ったね、今の。カメラ映ってたかな？写真撮ってこうかな。写真。オッケー。ここで置いてかないでね。バイバイ。泣くよ、僕は。